ボーイズグループ、ME、ファーストの宮間亮輝が、10日に東京国際フォーラムホール A で行われた映画、ハイ&ローザ・ワースト X、9月9日公開、の主要キャストが集結した、ハイ&ローザ・ワースト X、大ヒット御礼感謝祭に出席、変態だね、といじられたエピソードが明かされた。ハイ&ローザワースト X、今作は、シリーズ累計観客動員556万人、興行収入78億円突破、男たちの友情と熱き戦いを様々なメディアで書く、ハイ&ローシリーズと、累計8000万部突破、不良漫画の金字塔、クローズ、ワースト、原作、高橋博士、ザカは正式には、はしごだか、の、二大最強コンテンツクロスオーバー映画、ハイ&ローザワーストの続編。河村一馬演じる花岡風志オスが頭を張る、ソード地区最強と名高い親孝行の前に、ペンジ色の学ランを着た通称、シノモンと呼ばれるセノモン工業高校が史上最大の敵として立ちはだかる。親孝を潰すため、金をちらつかせソード地区の釜坂高校と荏原商業高校を傘下に加え、三校連合を結成したセノモンが親孝に吸収を仕掛けることで、戦いの火蓋が切られる。バル、さらに、かつて親孝と激突した宝泉学園や、前作でもその存在が噂されていた、とある市内で、カラスの学校、と恐れられるスズラン男子高校も動き出し、かつてないスケールで送る、シリーズ史上最大の頂上決戦が繰り広げられる。宮間亮輝、変態だね、といじられた理由とは1回目の公演では、サランページフロムエグザイルトライブが担当した主題歌、ザ・パワーが流れる中、キャストのシルエットが浮かび上がり、沢村、吉野北斗、宮間、新、藤原いつき、長谷川新、ニュー、鈴木光秀、福山光平、植木屋聡、中島健、今村健と、長沼郁也が登場。花岡風志優役の河村が深く頭を下げ、ありがとな、と言うと、その声に続いてキャスト全員が、ありがとな、とファンに感謝を伝える。そして、風志を、俺たちはこれでもう必要ねーってことか、と高木司、吉野、に問われて、ちげえよ。ここからみんなで盛り上がるってことだよ、と答える風志を、沢村、じゃあ風志を、のろしをあげろ、と天海公平、宮間、が促すと、風志オスの決め台詞、行くぞ、セメーラで勢いをつけて、映画の世界観そのままにイベントがスタートした。本作では各高校の猛者たちが、てっぺんを目指して拳を交えるが、本イベントでは年末らしく、主将式スタイルの、輝け、ハイ&ローザワースト X、せっぺんアワード、を開催。日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーを進行役に迎え、数々の番組で MC を担当しているジンがタキシードを着こなし、ナビゲーターを務めた。ジンを除いた12人のキャストたちは、アワードだというのにジャージ姿。吉野が、どういうことですか、と不思議がると、衣装代をすべてジンのタキシードにつぎ込んでしまったという。不満顔のキャストを尻目に始まった、てっぺんアワードは、映画のスタッフがそれぞれの目線で、感謝の気持ちを込めてキャストに賞を授与するというものだ。